なんかやってないんだけど。あ、ここやってる？あ、チャンネル。なんとか無事にカツオを食べられました。美味しかった。すごい分厚いのね、カツオ。いや、最高だった。あとなんかニンニク、あれ食べ方合ってたのかな？よくわかんないんだけど、でも美味しかった。カツオとニンニクって合うんだね。うん、満足です。ウツボもどんな味なんだろうと思ったんだけど、美味しかった。普通に魚のフライみたいなのを食べてる感じだった。美味しかった。ということでね、そろそろチェックインの時間なんで、本日のお宿に行きたいと思います。あ、チャンネル。音声案内を終了します。この先一時停止があります。6階まであるんだね。私は2階です。端っこだ。玄関にちょっと大きめの全身鏡で、ハンガー4つある。で、使い捨てと使い捨てじゃないスリッパ。なんで使い捨てじゃない方が2人分あるんだろう。まあいいか。で、これはあれかな、洗濯物とか干せるやつかな。こんな形のあるんだ。初めて見た。で、ここに冷蔵庫。で、冷蔵庫の上にコップとか、あ、お茶あったんだ。下のアメニティ、なんだっけ、アメニティ選べるところからもお茶持ってきちゃったけど、ここにも部屋にもあった。で、ケトルがあって、ゴミ箱。で、デスクは、こんな感じだね。おー、テレビ久しぶり。昨日泊まった宿テレビなかったから。で、化粧するときに便利な鏡だね。まあ、化粧しないんだけどね。で、あ、あ、これあれか。USB が6個させんのかと思った。違う。あれだね。コンセントだね。ここに部屋着がございます。あ、おー、ここにドライヤーもある。で、ベッドの上に電話と時計があります。で、ここにもコンセント。はい、続いてバスルーム。電気ここかな？違う。どこだ？ここか、下か。あれん？どこですか、電気は。あれ？ここでもない。これか。あ、違う。いけないいけない。そうだよね。明るいから気づかなかった。これだ。だよね、こうだよね。そうそう。あ、着きました。はい。バスルームです。タオルがあって、お、コップが2種類ある。色違い。で、手洗い、洗顔フォーム。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ボディシャンプー。揃ってます。全部緑だ。私の好きな色。で、シャワーで、バスタブ。あ、バスタブも緑？青かな？これは。何色って言うんだろう。うん。いいじゃない？そういえば外の景色見せてなかったよね。こんな感じです。スーパーで買いたいものがあるので、近くのスーパーに行きたいと思います。ホテルから歩いて5、6分のとこにスーパーがあるみたいです。あ、見えてきた見えてきた。あのスーパーです。サンシャインクレア。じゃあちょっと買い物をしてきます。はい、今買い物してきました。結局ね、買いたかったものが売ってなくって、でも売ってないと思ったものが売ってたんで、結果オーライかな。はい、この後はもうホテルに帰ってゆっくりしたいと思います。本日の夜ご飯です。これがビンチョウマグロのお刺身。で、これ初めて見たんだけど、ブリの卵。で、これが久保田南国土佐のチョコレートアイス。まあ、デザートですね。で、あとこれ見て、帽子パンって言うんだけど、高知発祥の高知限定のパンなんだって。可愛いよね。帽子の形してる。で、これ昨日炊いた玄米、余ったのをラップして持ってきといたんで、これを食べたいと思います。でね、ちょっとこのアイスと帽子パンはデザートってことなんで、これはちょっとね、冷凍庫に一旦返します。いただきます。今回の旅で、やっとこのお箸の出番が来ました。この卵とお刺身は、ひろみ市場で買ったんで、ちょっとお箸いりますかって言ったんで、いいですって、これの出番なんで。最初、お刺身からいこうかな。うん。油。めっちゃ油。美味しい。ご飯ちょっと冷たいんだよね。玄米だからコロコロしちゃうから。おにぎりみたいなしよう。失礼します。うん。卵かな。あ、結構、大きいっていうか、うん。束になってる。一口でいける？いただきます。うん。うん？なんかちょっともさもさしてる感じがする。卵っていうけど、プチプチ感はない。うん、でも美味しい。なんかあれ、たらこの粒みたい。たらこって結構食べるとつぶつぶしてるけど、これはほんのつぶつぶしてない。うん。美味しい。今日さ、やっとカツオのたたきが食べれたじゃん。うん、びっくりするぐらい美味しかった。もうさ、こんな分厚いんだよ。ああいうの見ちゃうと、スーパーでカツオのたたきとか見るとさ、鼻で笑っちゃいそうだよね。薄っ。いや、でもほんと美味しかった。カツオのたたきとさ、ニンニクがあったじゃん。一人旅だからもうニンニクにすることなく、何がニンニク食べてたのかさ、冷静に考えたらさ、その後のホテルのチェックインがあると思って、あ、やばいかなと思って、まあいいや、ここまでシュッとしてたので、このまま食べてた。ホテルに気づいたから、ニンニク臭いなって思ったから、もういいよ。美味しかったから。明日で四国旅行5日目なんだけど、明日でついに徳島、四国最後の国に行きます。あ、国じゃない。島じゃない。県に行きます。徳島では、渦潮が見れたらいいなと思うんだけど、また天気がね、怪しいから、もしかしたら見れないかも。でも渦潮はね、昔、淡路島に行った時に船に乗って見たことあるんだよね。だいぶ昔の話なんだけど。でもせっかくだからね、徳島側からも渦潮を見てみたいな。一応見る予定ではいます。今日が高知最後になるんだけどさ、高知はとにかく海が綺麗だったんだよ。真っ青でさ、で、運転してる時にさ、海岸沿いを結構走ったんだけど、運転してるからさ、あんまじーっと見れないんだけど、でもすごい綺麗だったね、走ってる時に。ああいうさ、絶景が出てきた時にさ、運転してるとちょっと損してきたんでしょ。でも海岸沿い走ってるの気分いいよね、それ。走ってて気持ちよかった。ごちそうさまです。デザート行ってみよう。まず、ロースパンからいきます。なんか UFO みたいな。でさ、これ持ってくるときちょっと、ぶつけちゃってというか、潰しちゃって、で、コーンってなってるのかな。本当はね、綺麗な環球になってました。例えばわかんない？いただきます。なんかどう食べるの？ここから下から行けばいいかな。ここなんかちょっと硬いというか、ちょっと硬さがある。あ、こういうさ、パンっていうかお菓子みたいなのあるよね。平たいのがこう回り方、チョコチップとか埋め込まれてるパン、見たことない。私それ好きなんだよ。もうこれすごい美味しい。なんか、どうなってるの？あ、中には何か入ってる。ふわふわな白パン。美味しい。甘い、ほんのり甘い。このロースパンは、スーパーの中にあるパン売り場みたいなところに並んでます。はい、そしてチョコレートアイス。太田食品、高知県の会社。でも、関東でも、どっかで手に入るお店はあるのかな？でも私食べたことない。滑らかなチョコレート。美味しい。濃い。色は普通のチョコレートって感じなんだけど、ね、味がすごく濃い。ベルギー製クーベルチュールチョコレート使用。クーベルチュールチョコレートって何だ？クーベルチュール。品種。ホテルとかにあるミニ冷蔵庫のさ、上の方にちっちゃい冷凍庫みたいなのじゃん。あそこに結構長い時間アイス入れといたんだけど、ちょっと溶けたんだ。あれはやっぱり正式な冷凍庫ではないのかな。てかね、私さっきスーパー行ったじゃん。そこのスーパーで本当はミレーのアイスが買いたかった。ミレーのアイス食べたくて、スーパー行ったんだけどなくてさ。で、このアイスにつけて買ってきた。てかこのクボタのアイスがさ、すごい種類あって、なんかもうクボタゾーンみたいになって、かき氷っぽいカップのアイスとかもあったし。今日はすごい暑かったら多分氷の方にしちゃったんだけど、今日そこまで暑くなかったから、普通のアイスクリームでした。美味しいね、チョコレート。なんかね、口の中が甘ったるくならない、そんなに。アイスの口の中が冷えてきてるお茶のような。あ、そうだ。お茶せっかく下からもらってきたから飲もう。お湯沸かし。もうね、ということで、高知最後により、この番組終了したいと思います。それでは、おやすみなさい。